これ伸ばそう。衝動が早そうですね。挟みに行きますね。中の情報はカムロ分かりませんが、あれいや、ここはしっかりシェルで落としていく。スパイカードロップ、次メデューサどうだ、フレンチで落としきる、当たってました。ここでツオン3です。フレンチラック2名、体力が逃げますね。アレイティア全力で下がりますね。そうですね、リコンボルト相手を追いかけます。クレジラ君どうする、顔を出すタイミングというのが結構難しいです。おお、ワンショット残り1名、ワンオツー残ったらフィスカーです。フィスカーは体力ありませんからね。このタレントポイント、アビリティもないアレイティア決めた。シェリーフアレイティア本日ずっと当たってましたが、このファーストランドとはね姿立ててはいましたが、お遊びはここまたラインとバックが正面での打ち合い、おー、ユアリングを抑えましたね。スモークの中から、そしてショーティー抑えたのです。そしてフィスカ続きます。 B サイトに侵入したのはクレジラ君、取り返しは3名、ストックスとフランクス。この上でアデは、なるほど、メインではなく、おー、後ろ回ります。当たってますね。さらには吸い込み、ここ武器を回収したの大きいですね。うわ、壁抜きレジゴーストでした。こうなるとツオン3、フィスカーが一人で時間を稼がなければいけません。内側のフィスカ当て、たどり着けるか、ワンオン3残ったのは当てです。解除を止める術がありません。あーなるほど、セーブですね。これはキープです。デュアリング、ここはデュアリング絶好調でしたが、ラフターした、張り付いてるのはフェイタル、吸い込めりでフラッシュ、フィスカ当て、キロ強い。シェリフで十分なのか。4対3、人数差クレイジラクの方があります。シャッターのボタン壊れてますね。もう破壊してますからフィスカが設置、3名での取り返しです。まずはショックボルト、しかも武器も取りましたからね。これはちょっと状況的にはクレイジラクのが有利か。メデューサカーボールの準備です。ショックボルト合わせたカーボール、それと同点フィスカが上がる。カーボールは避けていた。3対3、おお、アレティアがあれ正面、さあどこから粘れるか、ソンスポジション重要です。粘れるかクレイジラ君、飛び込んでくるしかもスパレックス、ワンオス残ったらカムロ急ぎたい。シェリコ持った、いい最後まで粘り切りま す、ね、さあそしてアレーティアは中央での勝負、オペレーター勝負取ったのはアレーティア、バッチョ対応で B サイトを切っていきます。足並みを揃えたいのはストックスマックス、 B メイン守ってるのはフィスカーです。マーケットの処理強いですね。する、そしてダメ押しのリコンボルト、ああまずはミッドのアランボットを早めに、いやー、オペレーターとの勝負、これが対オペレーターフィスカー、落とし切ります。いやこれは大きいですね。嗅覚が冴えています。そして味方と合流、オペレーターを失ったストックスファランクス、そして A サイトへの攻めになりそうですが、中央そこをリカバリーするようにデュアリングは前に出ます。ハイミッドのネスを抑えました。リコンボルト返すようにオールドのスモーク、バッチが入る、さらにバッチが奥にリコンボルトでは映っている、ラフターした、フェイタル前に出る、ここ押せたらフィスカー見事なカバーです。4対3、武器差もある、シーカーは正直切りたくないですね。武器を回収したのはデュアリング、次のラウンドのことを見据えたい状況です。削れるだけ削ることができるか、ショックボルト、カムロ、メデューサがデュアリングを落とす、そしてバッチもいいポジション、クロスを組めています。残ったのはショート、最後はレジます、ね、ここもバッチが抑えます。ラウンド、いやここ驚きでしたね、はい、スモークを使いながら時間を稼ぎたいというアレティアの動きではありましたが、スモーク抜きされてしまいました。ここもあえてラフターウェイから前に出る、ショートは通らせないと、ストックスファランクス近く切った、ショートを固めています。さらにネスがラックスしながら中央を詰めていきます。デュアリング、アレディア守り抜く、3対5、ネスが抜けた、さあディフェンダー側レジの B 側へのロックダウン、抜けたところ見てるのはフェイタル、テールウィンド釣られて後ろから、いやそのままバッチが抑えていく、これ3対2です。対応が早いですね。デュアリングはまだショートに残っています。まあもう安全に味方を待つという形でしょうか。アデがそのままモータルに設置です。ただこれ A メインに抜けている動きがないのを確認しているので、はい、確実にサイトの中にいるというのを今デュアリングが味方に伝えています。こうなるとストークスとタンクスの方が取り返すかどうか、お互いのトレード1-1、1-1だ、あれがフロート、
旦切って、さらにヒールを取っていく。出てきたところ、アレーティアを抑えて、クレジラ君がご本命を取得です。もう柔軟に対応してますね。強い位置ですね。矢を放とうというところ、アレーティア、前見えて、まずはワンピック。ネスが楽しています。ショートから遅れて登場。挟み込まれてしまいました。ネスが待ったらしロックダウン。吸い込まれながらロックダウン。さらにナノスワーム。相手の寄りを遅らせます。これは、これは引くしかないですね。はい。さあ、少し取り返しが遅れてしまうストックスパナクス。A サイトに。いや、この間に。設置完了です。ショートを取りに来ましたね。さあ、今度分かったのは、挟む形を作れています。フェイタル。メデューサ。カーボールから一気に勝負。いやー、鋭いエイム。アデと挟んだ。残ったら2対4。これで、フェイタル。ていく。そう。どこだ、フェイタル。さあ、残ったらアレティア。ボーダーウッフ、分かってるか、ホットハンド。いやー、どうだ、これは。追いかけるメデューサ。火の上から、押さえ込んだ。レングしながら、ネムの中、押さえたらです。パソラット。行った。そして、そこを抜いていたオーディン。カンロ。オーディンを抑えることができるかです。ここで6段上がった。たまった、ミューサイト。ストークス・ファランクスを後ろに下げさせます。抜いた。タッチ、スモーク抜き、ヘッドショット、アレーテ抑えました。ただ問題は誰もスパイクを持ってきていない。なんということ。これも作戦か、クレイジダ君。さあ、ここはサンドリクション。そのまま抑えていくか。ワンオフォー、ワンオフォー。バッチ、スパイクはいらない。俺がこの目を刺す。バッチ、そのまますぐさまスターを設置しているのはアデ選手。いや、いたのかもしれません。カーボール、それに関して中央を渡す。ただ B ベイも渡さない。当たっていたが、お互いワンオフのトレード。4対4。いい時間稼ぎ。メデューサもカムロを抑えました。4対3。人数差有利はクレジラ君。逃げる逃げる。ただ、追いかけますね、追いかけますね。メデューサは逃がさない。難しい距離感のフレンジではありましたが、しっかり切ってレジを抑えました。当て、お、いやーで、いやらしいとこにいますね。さあ、いらっしゃいと。うわ、なんだろ、メトロさん。しまって。スパイクが分断された。ガレーティア絶対絶命。ワンオンフォー。クレイジラ君がもう攻撃。メデューサがバランクスとしてはこの次のラウンド落としてしまうとかなり苦しいので、次のフルファイナルラウンドなんとか取りたいところですね。ただ間違いなくクレイジラ君は、はい、まあ、A メインであったりショートであったり、あとは B メインであったり、どっかしらをこう詰めて勝負しに来るはずで、情報を取っていくな。 B は情報取ってますね。さあ、詰めてきたところメデューサがスペクター歩いて落としてます。ライトバック、いや、メデューサ2人目。これは大きい。さらにナノスワーム、大物色読みのホットハンドが刺さっています。進行できません。タレットの上からネスカフィータのカバー。いやー、メデューサ追い詰めている。メデューサのこの圧倒的プレッシャー、進めない。スモーク抜き、カムロ進めない。クレイジーラ君が攻めてくる。通ってきた。12対3、マッチポイント。チラとショルダーでピークしながら A メインの様子を伺っていますが、中央出たのはマッチ、この嗅覚ですね。さらにはすぐにクラウドバーストを耐えて一旦引いています。詰めてくるレジ。 A はアデがピークしながら手堅い守り方を、いや、でもそれを倒したぞ。バッチロゴ位置が分からない。引き込む、バッチ抑え込んだらカルロ。さあ、ここは有利な状況を作りましたが、チャンスになるか。ラフターウェイ、フィスカステップを踏みながら、まずは1人バイクを。いや、もう門番ですね、フィスカ。味方を待ちます。ません。レジ後ろを対応しますが、メデューサ壁抜きでレジを抑えました。フェイタル、そのメデューサを抑えるために、いや、中央で何時間かかるのか。振り向きざまショット、ヘッドショット。いやー、アレーティアラッター上、最後はフィスカ。そのまま解除に向かい、少し追い取ったことによってホットハンドがまた上がり、また分断されてしまう。いやー、ストックスファランクス、ここはかなり厳しいバイトになります。中集めてますね。そしてエースが A 前目ですね。チェックされて、上側ではバッチ、2人目、強い。メデューサも1、2、3とクレジラ君。ここだ。ファーストラウンドのパークなんて見たことありませんが、カムロが何とか返します。4対2、左側レジ。メデューサ一旦引いて、相手を引き入れます。右側はネス。ペイントダンプ、うまいですね、一緒にクラシックで合わせ技。レジ追い込みます。残った最後、カムロ。ここも正面。シェリフを買ったのはデュアリング。今回もフィスカ集める。まずは一人。これがシェリフ日本一。飛び込んできたところ。フェイタルがなんとか抑えました。ただ二人持っていった。メデューサ。合わせたオルドロン。おい、マリオブ。ただタイミングよくアレスなんですよね。そして正面。B サイトを守るのはアデ。アデのポジション、バッジももうここまで来ています。クラシック。マーシャルなど必要ありません。メデューサ。上に乗ってるとこ気づけるかどうか。最後はネスト囲い込んで。
おー、そこまでいきますか。これデュアリング経過まで来てますね。おー、落とし切ったヘッドショット。バリアオブの音で、そうですね、おそらくね、上に乗ってるのは分かってましたね。デュアリングも今日ね、めちゃくちゃ調子上がってきてましたからね。ブラックバードイグニッセンは完全にチームを引っ張っていました。そして単独でネス、ジャッジで前に詰めていきます。シェルク、コンバチットアレティア、ヘッドショットでネスを抑えました。確かにいないと思うようなタイミングではありましたからね。はい、3対5、念のためリコンボルト。ベストオフ素晴らしいチャンスですよ。ラフターシャー、いないのは分かっています。さらにフェイタルのバリアオーブで A サイトに設置。ストックスファランクス、ここはラウンドは取れそうです。できるだけ削られたくない。アデがワンショット、デュアリング落とします。テールウィンド、バッチが逃げます。引いた先にはアレーティア、うん、いやフェイタルも待ち構えていました。強気に勝負しに行きますね。上からフェイタルが勝負、2人潰して1オン4、残ったのはアデです。迷いますね、アレスかって感じですね。確かに。さあ最後は上、 AB の背中をついているのがフィスカーなんですよね。ただしかも逃げれない位置ですよこれ。もう引けません。まずは1人、うん、下に張っていった、十分です。ただリザレクションありますからね。ここで4対4。さあここは警戒してスローブ、中分上に落としました。メデューサ、デュアリング落としてラークを落とす、4対3。はあ、メデューサここは強気前に出る。いやでも押せたらフェイタル、3対3。ペイントダウン、そして合わせたバッチ、バリアオーブはつけましたがスパイクが落ちましたね。で、その前に出るワンオーツ、スパイクブロップ、1人返しワンオーワンと勝負したのが裏面出たか。裏のアデの存在には気づいてないですね、動き的には。時間ないのです。そうですね、ラフター警戒、裏は分からなかったか、後ろからアデ。さあここもロング警戒、そして前目に出てるのはバッチ、ファーストブロットを狙っていきます。フィスカーも左上上がっている、1人2人、 A でキャリアダウン、3人目にもプレッシャーをかけていく。ここはしっかりリバリがカバー、ただそこもリカバリしたのはメデューサ、ロープから登場です。そしてオールドローン、ダメ押しとなるか、相手の位置を掴んでマーキング、ショックボルト、3対2。武器はバンダル、集めますね。そこを抑えたのはメデューサ、残った1面ある程度位置は分かっている、肩が見えた、抑えたのはメデューサ、トリプルキル、クレイジーラクーンが4本目。いやキックダウンがありますから、ね、デュアリング上に乗って確認、ハンターズフューリーを打たせてもその間に詰めることはできるでしょう。リコンボルト、スローブ、ロックダウン、これは引けるか、合わせたメデューサのハンターズフューリー、ロックダウンが破壊されます。想定通りの動きになってますね。ただエントリーはできている、ただ抑えにくメデューサ、オーディン、アレティア返す、3対2。さあ1投には入れた、2オン2です。いや、カメルジバッチ、どんなタイミング、ブレードストーム、いや、横からバッチ、何が見えたんでしょうね。とネスの姿が映りました。オペレーターですね。え、ブーンボット前出る、うん、爪ケアしますね。これは油断するポイントですよね。スパイクアドロップ、アデ、アデ、ネス、ネス、これがシス、そうですね、これ B のオペレーター勝負になりそうですね。そうですね、ハタスフィリー、表彰の中村、道を作る、アレーティアが早いですが、そうですね、センター入ってますね。後続のスパイクキャリアが落ちましたね。フィスカーが中央出てきっちり戻っています。中部車抜けれません、と取りに行くの難しいが、おっと油断してるぞ、回収ネスは中部へ、さらにはフィスカートリプルキル、ワンオフォー、残ったらカムロ、最後はここは雪だるまのオペレーター勝負になるか。フィスカーがメデューサを起こします。イエロー、あー、外してしまう、最後ネスはラインをかなり上げている。パーティータイム、久々の久々のネス、大喜び、トリプルキル、パーフェクト、止まらない。いやね、バッチはジャッジ、この手札の王様何なんだ。うーん、打つ手なしか、ストックスファランクス何もさせてもらえないのか。これは何もさせてもらえないのか。何度かリザレクションで起こしましたけれども、それでもこの人数差ですね。しかももう B 開けてるんですよ。これほどの力の差があったのか。まるでミッドを詰めてくるのが分かってるかのように、もう、はい、相手の動きに対して守りを固めてるんですよね。3-on-5、
唯一今キッチン抜けを見ていないので、そこがチャンスとなりますけれども、味方が倒されても突き進む。レジとフェイタルがチューブ抜けからの B サイト。行くしかない。アデの背中を取っている。キャンセル。ここ足音聞こえましたね、今。アデが降りた足音です。警戒しています。センターフィスか。ようこそ私の世界。使うしかなかった。なるほど。キッチンを防ぐ。蓋して、なんとか設置をしたいというところ。上の設置。オーディンの戦いだ。させてもらえなかった。設置もさせない。フェイタルが返す。フェイタルが返す。どうだ、フェイタル。道はない。逃げれない自分。それはもうお互いのチームです。そして抜いたのはフェイタル。映ってましたからね。回復はバッチ。ただここあの位置でキルを取られたとなると、サイトの中にいないというのがおよそ想像ついてますね。なるほど、エリアを取れるという判断ですね、はい、前見えてます。バッチバーイとセゼリフ再び出てところカムロが抑え、これがやりたかったことですね。抑えれるか。バージ落としました。落ち着きたい。4対2。ようやくラウンドを取るチャンスが来ましたね。ネス、何を考えてる。上からオペレーターです。中央無尽。横からスパリング。好き勝手させない。ロックダウン。ネスを閉じ込める。おっと、ネスは自由だ。詰めていく。最後はレジ。おしっかり抜いてますね。さあファーストブラッドはアレティア。ヘッドショットでフィスカを落としています。さあ BTS に入れました。このフェイタルのアデを締めて4対4。アルティメットオーブもしっかり回収です。裏も警戒。裏は来ていません。メデューサさらに正面のアレーティアを抑えています。4対3。この状況どう思ってか。バッチがヘッドショット。レジを落としています。ただスパイクキャリアこれ B 展開しそうですね。これでしょう。キッチンからさらにはメデューサ、後ろからはネス。囲い込むクレジラ君。ストックスバランクス B を取り返すことができるか。お、裏反応した。反応しましたね。奪還できるか。上からメデューサ。いやー強い。シックでのヘッドショット。ワンオンスリーです。バッチ時間を稼ぐ。最後バッチ。ちょっと聞こえてますけど武器的にはちょっと難しいか。いいポジション。いやジャンプジャンプジャンプ捉えきることができない。後ろからフィスカのカバー。ターゲットの切り替え冷静でしたけどね。メデューサも体力がない。落としていたのフェイタル。おっとサースメル2人中だぞ。アデの後ろかぶっていたところメデューサほど落としました。さらに3人目、4人目とはいかない。バッチがロングレンジを生かしてフェイタル落としています。最後の1人ゾーン2。いや最後の1人のアナウンス残ったらネスワンオツーです。最後仕留めたのデュアリング。1箇所ずつ勝負する形になると、うん、少し右にずれた。ワンピク取って逃げた。いいですね。メデューサもカバー間に合いませんでした。しかもスローブフェイタルオーディン難しいですよ。壁を焚くなら焚いてこい。お互いのスローブ。デュアリングは中央警戒。リコンボルト。フェイタルが正面。メデューサを落としています。上からバッチ。マーシャルでフェイタルを落とし切ります。3対3。接地を鳴らして。正面ダメージは出ている。上からバッチ。そして下からはネス。さらにバッチが詰めていく。いやー武器回収。かなり体力削られたぞ。味方に武器を運んでいくのか。デュアリングどうだ。体力がない。正面からレジ。ここでのバリアオブ。体力が3。体力が3。横取った。これは大きい。ツオン2。味方のために壁をこじ開けます。バッチは後ろに引いています。持ってる武器はマーシャル。正面フィスカダノスアーム。これはこのラウンド取れたの大きいですね。そうですね。判断良かったですね。そうですね。素晴らしい判断でしたね。ギリギリの中での判断でした。しかしこのオーディン厄介ですね。残り1名。 B に行けばオーディン、そしてどこにいるのかわからないオペレーターということで、そうですね、バリアオブ対策にもなりますから、うん、られたかもしれません。どうでしょうか。まあ、見られても粘りますかね。だと思いますけど。さあハンターズキューリーリコンボルト。そと同時へのエントリー。バックサイト攻めに行く。ショソッパメデューサのハンターズキューリーはフェイタルを使っている。ネスがそのまま上に上がっていく。ここは分かっているか分かっていなかったか。ネス歩いて落とす。リズサはイーブン。3対3。頭1個。ポジションですね。フィスカ体力に。そこに届けたショックボルト。手前で落ちた。裏からはデュアリング。やはりこの男が頼りか。さあ3対2。重要ですよ。仲間を戻す。仲間を戻す。抑えたのはカムロ。メデューサが抑えた。ワンオス。最後はレジの登場です。しかもレジなんですね、倒したのは。はい、アルティメットの差がありますね。うん、
3名かな、ストックスファランクス上がっていますから、はい、守りやすくはあるというところは、ただ強烈だな、テイク重視でもいいかなと思いますね。残り1名、アレルヤも絶好調です。はい、チューブ上を使いながら制圧していくというところ、デュアリング前に出ます、冴えてますね。チューブを抜いて一旦ここは引く判断です。人数差を生かしていく、そしてオペレーター、アレーティアとスイッチして、アレーティアが中央、オペレーターで見えます。これは警戒できていないか、いや当てていく、ポイズンクラウドギリギリのところで頭1個フィスカ、しかもメデューサに髪の毛当たりましたよ。はい、さらにはヘイタル、キッチンでのバリオンオーブの上乗り、さらにヘイタル、いや追いついてきましたよ。こうなる前からネス、いやまずはね、カブロが落ちた、ヘイタルオーディに持ち帰って、いやその火力を超えた、バッチここはたまらずロックダウン、いやそのデュアリングは落ちる、オーディン回収ネス、フラッシュバックで上に上がる、バッチが裏からオーバーでダブルキル、そなんならバッチ壊しに行ってない、関係ない、目の前のレイジを全滅すれば俺たちの勝利だ、クラシックに持ち帰って、かっこいい、飛んだ